はい、メチです。はい、メチです。今回、明星から出ました。ザ・バリカタ 55! ザ・バリカタ55ですね、これ。カナダ屋さんっていうところが出してる、麺どころのカナダ屋さんですね。カナダ屋さんが出してるやつですね、これ。うん、濃厚豚骨と、歯切れ良い麺にクリーミーな豚骨の旨味。うまそうやな、これ。しかもね、ここ、ツボ。熱湯55秒。もうすぐできるってことやな。あ、だからバリカタ55って書いてるな。あー、熱湯、お湯やって55秒やねんな。めっちゃ早できるやん、これ。で、ちなみに、黒豚豚骨カナダ屋さん、福岡県の雪橋市っていうんか、これ。にある、豚骨ラーメンの、名店。ロンドンなど海外にも複数出店。一日以上、手間暇かけて作る豚骨スープは濃厚でクリーミー。歯切れよく、小麦の香りを楽しめるオリジナル特製麺は替え玉必須の美味しさですと。これイラストな。イラスト。すごいんだ、これ。食べたくなる、これ。どんなになるんだ、これ。カロリーの方が362キロカロリー。タンパク質が、12.4g。脂質が 10.2g。炭水化物が 55.2g。食塩相当量が 6.6g となっておりますと。ね、ちょ、一回開けてみよう。あ、ここにほら、調味、油入ってますね。ここ一回取りますと。はい、来た。はい、来た。楽しみやな。これ書いてるやん。福岡の名店、カナダ屋やな。カナダ屋の、濃厚でクルーミーな豚骨スープは癖になる。まろやか。うん。歯切れの良い、バリカタ麺を、熱湯55秒と戻しの、これもなんか、ここ読まれなかった、これ。破っちゃった。うん。スープとともに、存分にご堪能くださいと。開けてみる。開けてみます。すごい。見てこれ。麺なんか、これめっちゃ細いわ、これ。いや、どうなんだよ、これ。で、この黒いの何？この黒いやつ。何やろ、これ。黒っていうか何これ？よくわからん。あ、なんかな、これよくわからん、これ。これ生地気になるし、55秒ってな、ちゃんと測らなあかんよな、ちゃんとな、これ。うん。蓋を半分まで剥がし、熱湯の内側の線まで注ぎ蓋をしますと。55秒後、調味ある油を入れ、よくかき混ぜて出来上がりと。これすぐ食えるから嬉しいわ。俺待つん嫌いやからな。うん。では、お湯を入れて55秒待ちたいと思います。はい、55秒。55秒経ちました。てかもう過ぎたわ、これ。早すぎる。早すぎる。その間に水とか用意したら、あっという間に経つわ、ほんま。早すぎるわ、ほんま。では、開けてみますね。ほいほいできました。早すぎんねん。ちょっともう泡バタバタしたぞ。では、調味油の方入れたいと思います。ほい。うわ、すっごいな、これ。白やな、これ。ドンと入れて。ドンと入れた。楽しみやな。カナダ屋さん。カナダ屋さんって。金のたって、金のカナダって言うんだよな、これ。金やな。金の田んぼのたかな、これ。カナダ屋さんって言うんだよな。豚骨の、なんか匂いがする。ではちょっと混ぜますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。しっかり混ぜる。よいしょ。よいしょ。もういいかな。よいしょ。混ぜるに嫌いです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もういいかな。よいしょ。では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 。どんなのが気になる。ほんまに。ではでは。いただきます。お疲れ様です。よっしゃ。まず、おスープ。うん。うん。あっさりやな。あっさり。うん、あっさりやわ、なんか。
なんかあっさりやな、これ。うん、濃くはない。濃くはないな。これどういう味なんやろ、これ。あっさりやねんな。ほんまに、ほんまのスープ。スープ、ほんまのスープ。スープ当たり前やけど、スープ飲んでみたいな感じ。では、麺。これ楽しみ。うん。あ、硬め。硬め。硬めやな、これ。うん。うん。あ、麺美味しい。俺、細麺の片麺好きやわ、これ。うん。うん。で、これ、お肉。お肉かな？食べてみよう。うん。お肉やな。でも、ちょっとな、スープはな、ちょっと待ってな。ほんまになんか優しいスープ。優しいスープやな。ね、これ麺。うん。普段俺、いつもこってりばっか食ってんねんな。こってり好きやねんけど、なんかこれ、もう麻薬いくような、あっさりスープ。なんか優しい味？優しい味やな。うん。うん。バリカタうまいか。麺最高やな、俺。しかも55秒でできるってすっげえ嬉しい。今度55号的にな。これめっちゃいいわ、これ。うん。でもスープがあっさりやねんな、これ。ああ、だけどなんか、ほんま優しいな。うん。パンチがなさすぎて、逆にいいかもから。逆にな。うん。まあ、麺がパンチあるからな。うん。うん。あ、うま。うん。やっぱこのバリカタやから、意外とすぐ腹いっぱいになるかもから。噛むからな。お客すする派やから、いつも。うん。うん。ああ。麺最高。で、ここにまたスープ。ああ、なんかもう優しいスープ。ああ、優しいな、これ。うん。うん。ほんめ。うん。うん。これ、福岡にあんねんな。福岡に。一回ちょっとな、あったら行ってみたいな。あ、やっぱ店舗と違うんやろ。やっぱタグちゃうんやろな、若干はな。うん。しかも、これ、海外でもやってるからな。ロンドンとか海外でな。それもすげえな。まあ、こう食べたけど、まあ、バリカタっていうのも最高やわ。最高で、スープがな、このスープで、メーランっていうのはちょっと俺もあんま感じたことない。なんかクリーミーなんかな？このスープ。なんかちょっと感動した。ありかもしれへん、これは。美味しい。